にちは、皆さん、ようこそ遊びいただきました。本編では、落合陽一と落合陽一が繰り出す、作品、立体作品の生成に合わせて、AI が、音楽と映像を生成していくのに合わせ、我々のインタラクティブに、コンテンポラリーの変化させればな、最終的に機械と自然と人間が調和するバランスをビーナスで作ったというものです。皆さん、こんにちは。本日は、生け花、いつにも自然を、素材として、ご自分アップにしたもの。今回は、生け花の素材があって、落合さんに、画像と音声で受けてもらおうと思います。皆さん、お楽しみに。